川本玄志郎は日本の実業家。銀座や中洲、小倉などに丸源ビルの名称で多くの雑居ビルを所有する。日本の億万長者の一人である。1932年、福岡県小倉市の幸福屋、丸源に生まれた。子供の頃の夢は金閣寺に住みたいであった。地元小倉の私立常磐高等学校を卒業。慶応義塾大学中退。 家業を継ぐ。儲けの大半を不動産に投資。高度経済成長による不動産価格の高騰で莫大な利益を上げ、貸しビル業に乗り出す。五福屋を廃業後、1960年に飲食ビル賃貸業に転じる。家具付きで飲食店を貸し出す手法が人気を博し、事業は順調に伸び、福岡の中洲に進出する。1972年には、 東京へ進出する。2年後の1974年には、当時は飲食ビルが少なかった、銀座の目抜き通りに10階建てのビルを建設。1980年には、銀座に8棟のビルを所有するまでになった。丸の中に、源という赤いネオンは、夜の銀座の象徴にすらなった。バブル期には、銀座をはじめ赤坂、六本木、福岡の中洲、熱海などに、 計60棟ほどの飲食テナントビルを所有、約5900のテナントが入居していた。バブル期の総資産は1000億円を優に超え、資産家として雑誌にたびたび登場。映画、地平線の制作に際し8億円をキャッシュで出した。徹底した現金主義者として知られ借金もゼロ、クレジットカードすら持たず現金でできる範囲のことをやっていたために、 バブル崩壊期もほぼ無傷で乗り切った。川本はバブル家を異常な状態と認識し、競うように不動産投資を行っていた銀行を信用せず、自らの目で物件を選んでいたことから、虚無主義者と評されることもあった。自身のことを日本一の資産家と自称し、かつては1000億、2000億は簡単に動かせると交互して回っていた。また、 1996年にハワイに高級住宅を購入し、そこに低所得者を住まわせたり建物を管理せず、放置して近隣住民とのトラブルになった。金銭に執着しない一面、税金の支払いには極度に消極的な姿勢を見せ、節税をしない経営者はバカ。無駄な税金を支払う必要はないと抗言。節税対策には最新の注意を払った。スナックや クラブなどが多数入居するビルが中心である。ビルには番号がついており、例えば、丸限29ビルのように表記される。ちなみに、1番は、福岡県北九州市小倉北区慶長にあったが、小倉駅前東地区第一所市街地、再開発事業による、セントシティ、北九州ビル建設に伴い解体された。また、 丸源ビルのほとんどが1960年代から1980年代前半に建設されており、1981年6月1日に施行された新体新基準以前の建造物が多くを占める。そのため、老朽化やテナントの空洞化が著しい。すでに売却されたビルや売却後解体されたビルもある。川本は不動産の管理に特定の会社を設けず、 丸ル,ルゲン・源ウさん、源ナモト・コさん、東京・商事など自身が代表を務める会社の設立と生産を繰り返してきた。2013年3月6日、会社の所得約28億円を隠し、約8億円を脱税したとして、東京地検特捜部に法人税法違反容疑で逮捕され、同月25日には起訴された。 その後はたびたび弁護人が交代し後半が上記化したが、2018年11月20日に、東京地裁にて懲役4年、罰金2億4000万円の実刑判決を言い渡された。川本は判決を不服として控訴したが、2020年1月29日に、東京高裁はこれを帰却した。さらに、翌年2021年1月29日に、 最高裁が上告を退ける決定をし、懲役4年、罰金2億4000万円の実刑が確定することとなった。2016年、北九州市にある二棟のマルゲンが所有するビルに、防火設備の不備があるのに、改善命令に従わなかったとして、福岡県警察に、消防法違反容疑で、4月20日付で、代表の河本と法人としてのマルゲンが、書類送検された。 1987年、ハワイ海の高級住宅176件を買収。1988年、ヘンリー・カイザーの邸宅をアメリカの個人住宅としては、当時最高額の4255万ドルで買収。2013年2月、ハワイの高級住宅街カハラに所有する不動産27個のリフォームをめぐり近隣住民とトラブルを起こしている。 芸術関係にも造形が深く、様々な映画の企画なども手掛けた。なおこれらの映画は、川本の意思により、ビデオ化等はもとより、風切りを除きその後の公開を一切許されていない。川本は映画制作から早々に手を引いたが、作品そのものの判径と現場のありかが不明確で、そのためソフト化はもちろん上映も困難とする話もある。年現在、 川本は、独身で、後継者も育ててこなかった。周囲には、僕が死ねば資産は国に接収されて、丸源は終わり。それでいいと漏らしていたという。ある知人男性は、あれだけの成功者なら、太鼓持ちのような人間を周囲に集めたり、若く、美人な妻などを欲しいと思うもの。しかし彼はそうしたものに興味がないと明かした。ある時、商売仲間が、 結婚しない理由を問いただすと、川本は子供ができて変なことされても困るからな。この商売をやるのは俺一人でいいんだ。と答えていたという。ありがとうございます。